みんなおとなしいね。全然動かない。いや、一番最初に動いたキノピコ負けだよ。あ、僕だった、キノピコ。キノピオ負けだよ。はい、どうもピオキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。いや、バトル久しぶりだね。最近トロールばっかやってて、もうこの人トロールの人なんじゃねみたいな感じになってると思うんですけど、まあリスナーさんはですね、トロール派かミンバト派か意外と分かれると思うんですよ。多分ですけどトロール派の方が多いんじゃない、まあ、トロールの方が好きな方っていうのが目立つかなってやっぱコメントを見てたら思いますね。失敗してんじゃねえよ。それじゃ早速やっていきますか。いや、マジでミンバト久しぶり。うわ、やべえ、楽しい。もう始まって3秒ぐらいですけど。じゃあこのまま右行こう。うわ、マジカロ、危ないね、カロ。久々でさ、なんか忘れてんだけど、やり方。いや、ちょっと待って、ごめん、言ってる意味わかんないね。これは普通に壁ちゃんでいい。お、なんか久々にしてはなかなかいい成績を収めそうな感じ、速攻で。待って、これは左。いや、待って、危ねえ、これ上だね。よし、中間ポイント、みんな取ってる、ちゃんと取ってますか。ちょっと待って、危ねえ、このクリボーが危ないね。で、ブーブー、今何回目、多分あと2回ぐらい踏まなきゃいけないんじゃないかな。今日なんかみんなあれだね、全然邪魔しないね。ほら、オッケー。で、右。いや、まだゴールないで。うわ、ゴールくせえ。大丈夫これ。まあ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 、最初はこんなもんでしょう。みんなでスピードラン、バトルコースかな。あ、やっぱそうじゃん。まあ、スピランってことは多分ね、横助だと思うんですよね。オッケー、ジャンプ。いや、ちょっと遅いね、みんな早いね。ほい、ジャンプ。うわ、早い、みんな。みんな早いね。オッケー。で、ここで引っかかる。抜けがうまい、私。うわ、バネ。やっぱバネに嫌われるんだよな。これ全部出していっていいのかな。で、で、上。あ、これもう勝ったね。いや、多分勝ったよこれ。いや、こんだけ差ついてたら結構、いや、ワンチャンあるよ。あー、丸丸、邪魔しないで。いや、これは勝ったでしょ、きっと。スーパーマリオブラザーズ1-4。ほんとなんか1-4っぽいね。うわ、ミスってジャンプしてしまったな。いや、大丈夫、これほんとに1-4だったらワンチャンあるよ。あ、マジで1-4っぽいね。ここ、あれ取ってった方がいいんじゃない？ねえ、アイテム取ってった方がいいんじゃない？うわ、かわいい、みんな。みんな揃ってる。オッケー、残りはあとクッパだけだね。よし、来た、ここで倒す、やったぜ。ごめん、キノピコ。焼き椎茸だね。そういえば最近トロールね、ばっかやってるんですけど、このミンバト出てさ、たまにですね、僕がゲスになるとき、ゲスキングになるときがね、なんか好きですみたいな、まあそういうコメントがあるんですよね。ゲスキングって代役っぽいことをするみたいな感じかな。なんかそれが好きみたい。なんでかなって思うんですけどね。じゃあ僕ピンクだから青いきます。これスピランかな。あ、どうなんだろうね、青でしょ。いや、こういうのめっちゃ得意、私。うわ、いや、大丈夫、これみんな心配していいよ。あ、心配していいよじゃない、心配しなくていいよ。心配していいよ。マジウケるんだけど。待って、自分でなんかつぼっちゃった。で、これはどんどん左に行くのかな。うん、で、なんかこれしたことあるね、こういうコース。いや、大丈夫、多分勝てる。こういうのめっちゃ得意ですからね。おお、危ねえ。仕掛けがいっぱい、トロールだね、きっと。待って、誰ですか、マリオ。多分お知り合いでしょう。これトロールだよ、マリオ大丈夫。どういう感じだこれは。え、待って。え、なんか今いい人だったよね。あ、これはどうするんでしょう、マリオ。これは。やっぱゴール自分がすんのね。待って、マリオ見て、上見てる、分かってる、サムネにするの分かってる。誰、マリオ。うわ、危な、トロールだこれは、気をつけろみんな。危ねえ、いや、ほんとここ危ねえよ。どうしよう、ちょーっと、これ下から行けんの。キドピオ下から行ってるね。でもここ鍵あるよね、鍵でなんか取ってくるんじゃない。とりあえずここでファイヤーが出るのは分かってる。で、下から行こうね、下から行けるのは分かってる。オッケー、もうちょっと早く行こう。多分ね、みんなあの、ここ危ないんで結構遅めに行くと思うんですよね。まあ、遅めっていうかゆっくり行くと思うんですよ。うわ、今しゃがんだのにな、やべえ、ここでチビ状態はマジ怖いね。てか、え、このコース見たことある。いや、本当に割と、ま、いや、無理でしょこんなの。でヨッシーに乗ったままゴールって書いてるんですよね、まあ、ゴール条件が。
あ、鍵手に入れた。ちょっとスタートからやり直そう。マリオ鍵手に入れましたね。マリオほら戻ってきてる。いや熱いよ熱い。これはまだワンチャンあるね。うわ待って、お待って、ヨッシーはいる。ヨッシーはし、いや待ってくれせめて鍵、ヨッシー来た、ヨッシー取りたい。うわ待って、ヨッシー危ねえ。ヨッシー来た、邪魔してよし、あとはこいつだけだね。あとはこれを見捨てないようにしよう。オッケー、あいやしょうがねえ、これはしょうがないんだ。行こう、オッケー。いやせめてゴールは、やっぱそうだよね、今のヨッシーなくしたの痛かったな。うーわこれもう一回取り直してこないといけないんじゃない。うわせめてあそこでヨッシーがおったら勝てたんだけどな。ヨッシー取りに帰ろう。あと何秒、あと60秒。いやいけるよ、頑張ろう、頑張っていこう。諦めたらダメだね。でここで回転ジャンプしていく。よしで、オッケーよしあと40秒。どこにいる、あヨッシーそこいるの。あこっちにも出てきたね、こっち取っていこう。おし、うわ抜ける、待ってキノピコ、オッケー、よしでこのままあと30秒か、戻れるかな。あと25秒。いや邪魔くせえ、いや大丈夫大丈夫、お経をこくけ。よしあと20秒。どこどこ、これどこですか。よし、いやいけるよ、ちょ邪魔くせえよしよしよし、あと10秒でいける。よし待って待って、いや邪魔くせえだから、うわいやいけた、うちゃんちょー。 AS1 キャノンエアーシップ、まあよく見るよね、キャノンとかエアーシップとか。まあエアーシップでなんだろう、多分ね何回もこれ言ったことあると思うんですけどね多分何回もね言ったことある。その度にですね、なんかコメント書いてくれる人がいるんですよ前教えましたよねみたいな。でうわ待って、これ中間ポイント、いや大丈夫、こっちから行こう。うわーまったいねー、今なんて言った、まったいねーって言った、もったいねーって言った。まあそんなねどことはどうでもいいんですよ、そんな些細なことはね。待って、マリオ優雅に滑ってる場合じゃねえって、そこは滑りたいじゃねえんだぞな、ゴールしようせめて。やっぱりあ、そういえば最近猫飼おうかなって思ってるんですよ。いや、マリトマジで癒されたいんですよ、僕もたまには。まあよく癒されてますけど、リスナーさんからマリトマジでね、リスナーさんってね、僕の癒しのあれなんですよね、あの種種種はないね、なんて言うんだろうね、こういう時癒しの源っていうのかな、邪魔くせえなあ、待って、マリ誰、右手骨折？やめとけやめとけマリー、せめて骨折じゃない時にこれしとけ、肩落ちするよね。と大丈夫、トロール来ましたよ。なんかさっきトロールだとかなんとか言ってましたけど、本当に来たんじゃないこれ。え、ミンマトロール、何言ってんだろう。待って、トロール的に考えよう、全部鍵取って右と見せかけてこっち行こう。オッケー、いや大丈夫、いやこっちで合ってる、ほらトロールの効果来てるよ、僕来てるよきっと。でこのままボムが爆発してくれて、待ってやべえ、猫はずるい、猫はずるいって、待ってこれ上いける、踊ってろそこでずっと。お、なんか楽しそうだねこれ、なんか見るからに楽しそうな感じの匂いがプンプンするんですけど、これはキノピコ大丈夫、もうやる気戦意喪失してないか、これはもうチャンスだね。オッケー、中間、あ中間取ったらこうでかくなったよ、これ勝てる、勝てるよ、いけるよルイージ、そのまま高みを目指してくれ、もう主人公はお前だルイージ、スーパールイージメーカー2で決定。え、TP 対企画最後で爽快デンジャラススピードラン、こういうのは楽しそうなんですけど、これ一人で行くような、これ絶対シングルプレイだもんね。ま、待って、やべ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 、ちょ待って、こっち来んの、ちょっと待って、オッケー、あごめんあ嘘、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。